ショートケーキメロンって例えば最高のイチゴ使って食べるのが一番美味しいのってそのままなんですよ。なぜかって言ったら農家さんがもうそのまま食べれるように一生懸命工夫して一生懸命作ってるわけじゃないですか。それを僕たちが潰しちゃうことってこれ食材殺すことになっちゃうんで、はい、そのいいイチゴってそのまま食べることが一番最高なんですよ。でも僕の考えとしてはパティシエってじゃあスーパーに売ってるとちおとめのようなちょっと酸っぱいっすよねみたいな加工してじゃないと食べれないものこれを最高の技術を持ったパティシエがでこのとちおとめの酸味をわざと生かしてある。これって人間も同じなんですよ。いやお前全然仕事できねえじゃんじゃなくてこの子のいいところを最大限まで上は引き出してる。難しい。あーすごい分かりやすい。いやすごい。今ちょうど1万円なんです。はい。だからそれで予約になってね、東京で、うん、やっぱりもう再現だけど、うん、あ、混乱するってことですね、さっきの話だね。10万超えるのは普通みたいな感じで、びっくりして車に乗って車に乗ってて、1万円みたいな、はい、一応幅みたいなのあったの。ジャスト1万円です。なんでですか？なんでですか？取りたくないんです。あの別で稼いでるんでいいんです、うん。これ料理が変わってないのに金額が上がるっていう現象が起きてるのってそっからはもうこういうハイブランドのお洋服と同じでブランド力なんですよ。原価がどうとかの問題じゃなくそれでも着たければどうぞ世界なんですよ。なるほど、はい、これはもうブランド力なんです。それそのこの金額に原価とか関係なくそれに価値がついちゃったんですね。ここからはお店側がちょっと優位になる立場です。予約困難ってやつですね。はい、はい、で僕はこれがしたくなかったんです、うん、なのであの料理は同じですけど金額上げますよっていうここはもう僕は止めたんです、うん、はい、その代わりじゃあ僕収入全然なくなっちゃうじゃないですか、うん、それだと。なので料理監修顧問という形で自社でやる負債はこのお店だけです。負債って要はコストがかかるんですよね。家賃払ってとかで、まあ一生懸命はやってますけどこの会社潰れても残念でしたね。なるほどね、はい、で10年に一度絶対にショック来るんです。今回コロナショックです。その前にもなんとかショックが来た約ですよ。約10年の起きぐらいに何か大きな経済のどん底が来るんです。でそのたんびにこのフランス料理界は大打撃を受け続けてきたんですよ、うん、はい、でそれを身に染みて諸先輩方を見てきたんで絶対自分そんなことなりたくねえなと思ってどんな経済の波が来ても絶対にうちの売り上げが落ちないっていう飲食店経営を目指してます。メンタル的にはすごいですよね、この店をやるっていう。ありがとうございます。キャビアのカナッペでございます。直接お手に取ってお一人様お二人です。お召し上がりください。
なんかツーリストで例えば外国人の方が温泉入りに来てて、僕たちも温泉使ってて、日本人として肩まで使った方が気持ちいいのは分かってるんですけど、いや肩まで使った方が気持ちいいじゃんって、確かにそうなんですけど、でもそれをなんか前はいや肩まで使ろうぜってやってたことを、いや一応肩まで日本人って使った方が気持ちいいって温泉では言われてるんですけど、お好きにどうぞっていうスタンスに変えたってことです。選択肢を、はい、なんか許容する範囲が増えたって感じたんですか。じゃあそうですね、なんか偉そうに言うと、偉そうに言うとそんな感じかもしれないです。なんかきっかけあったんですか、そういう、それの方がみんなが幸せ。あ、食事を楽しんでくださいっていうお店にしたんで、うん、それぞれの楽しみ方があるわけですが、食事はめちゃめちゃ美味しいですよ。めちゃくちゃうまいです。おいしい、エビって感じ。エビ食べてるエビ、マジ。ちょっとだけめんどくさいこと言っていいですか。はい。エビのパスタってわざと言ってる理由があるんです。20冊ぐらいあるんですよ。ここに書かれてるものがフランス料理の基本中の基本です。これは全て作れて、全て覚えてないとダメなので、この定義に基づいて作ってるものはフランス料理です。なんですけど、アメリケーヌソースとかビスクの工程で作ってないんですよ。なのでビスクのパスタって歌えないんすよ。まあまあめんどくさいですよ。基本はどの料理人もこれ知ってると思ってます。いや多分そんなことない、そんなことない。まあ、これを知らない料理人さんのお店に行ったら知らないんだろうなっていうのが、エビと牛乳だけなんですよ。何も入ってないです。それでこんな香ばしい。お塩も入ってないです。超エビ。エビ超エビ。超ハシノハシノハシノ。このエビは本当。なんかね、伊勢エビとかとかと思ったら全然違うんですね。あ、そうなんですよ。まあ、これが例えばお寿司屋さんで出てくるような高級エビですって言うんでしたら、あれってそもそも個体にポテンシャルがあるんで、そのまま出した方がいい食材なんですね。その代わりお値段もいきますっていうアプローチです。お料理として。で、うちのお店はどちらかというと、え、こんなエビ使おうかなみたいな、このまま食べて美味しくないよね、やっぱスーパーに売ってるエビじゃんみたいな、でもこれをどうにかして美味しく食べてもらいたいな。いや、それが料理ですよ、本当に。これ僕なりのショートケーキ理論っていうんですけど、意外と面倒くさいのちょっと続けてくる。おいしこのエビやばい。いや、このパスタ衝撃、相当すごいです。一本がいっぱいの、これもさっきのサンダ牛、サンダ牛いきます。すごい綺麗ですね。
ホケイクコウさんいっぱい食べてたらもう感動ないですよ、ね、みんなが言われるんですよ感動しますよ。でもご兄弟揃って才能が違うんですね。そういう、いや僕が料理人になったのは兄のおかげですね。兄からフランスから手紙が届いて、その兄が180度変わってたんですよね、その手紙が。でなんかそんな兄貴を変えた国に自分も行けば、何か今の自分のこの生活環境が変わるんじゃないかなと思って兄を追いかけてフランスに行ったんですよ。それでまあ簡単に言うと料理人ってやった。あ、シェフはもともと結構グレてたんですか？あの、そうなんです。あの、ちょっとグレードが、グレード高くて、すごいですね。結構だったんですね、じゃあ。なかなか濃厚なエピソードですね。そうですか？いや、なかなか。いや、そうですか。まだまだありますよ、ね、いやなかなかです、ね、タイトルやっぱ変わったお店ですよね。タイトルめっちゃ美味しい料理なんですけど、なんかちょっとすかしても全部完璧になんかこうロボットみたいに行われてるみたいなお店よりかは、なんかもうシェフが汗かきながら一生懸命作ってて、でなんか盛り付けも本当はこういう状態でしたいんだろうかみたいな。でも何か僕みたいな同僚が来た時に限ってなんか裏でハプニングが起きちゃってて、なんかちょっとコテンってなっちゃってわかる、そういうのがすごい、そういうのがピンとくるんですよね。美味しいものよりかはなんか人間味を食べたい。あーそうですよね。でもまさにいいよ。なんかそこに僕はシェフの哲学とか考え方とかなんかそういうの知りたいなと思って食べてる。素敵なことですね。そうなんか最初6品で来て、ね、余裕かなと思ってたのに。でも老若男女好きな料理ですよね、うん、シェフの料理って多分誰が食べても美味しいっていう料理だと思います。本当ですか、はい、6品でこんなお腹いっぱいなと思わなかった。すごいね。でも一品一品のテンションが高いってことじゃない？ってことだよね。すごもしお腹を減ってましたら、あのこの先に顔タンラーメンしたり。ああ缶ビール500円のところです。それからあの赤のれっていう、赤のれはない。あとは麻布チャーシュー系でできましたね。チャーシュー系めっちゃうまいっすよね。あ、なんかイクトさん合うな。グルマンディーズの良さって料理じゃないって分かりました。料理じゃないってか料理も美味しいし、しかも1万円でしょ、ね、申し訳ないシェフのこだわりも聞けながら、すごい店ですね。楽しいよね、うん、楽しんでください。いや、面白いです。なんかすごいね。面白いです。寝起き寝起きなんか遅刻してきてる割にはなんかめちゃめちゃテンション低いじゃんみたいな。でみんなが気遣って、え、どうしたんすかみたいな、あ、そうすかみたいな、めっちゃ気遣ってんのに、まあ、でもそれでも空気読まないで、あ、そうなんですよ。やらっはははup my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight, oh, so give me your all, I'll take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind, just watch me break in, you're sweet, you're falling. Watch me break.